なるほど。ご事情はよくわかりました。お忙しい中、お手数をおかけします。本来なら、一番近隣にあたる沖ノ宮から捜査を行うのがベストなんですが、現状では。しかし、どうして県境を越えてこの書き写しを？別に難癖を申し上げるつもりはありませんが、獅子骨市近隣の町村は他にもあったはずです。いっぱいありました。ただその中でも書き写しは、5年前のダム建設騒動以来、雛見沢から転居してくるご家族が他と比べても一番多かったんですよ。しかもこの町は見たところ他県だけあって、例の大災害に対する関心が全体的に低い感じがします。それがどういう？つまりですね、この町のように安定した都市部に住んでいる人たちなら、他と比べても理性的な応対が望めるかと考えたのです。たたりに対する畏怖心が強いと、どうしても情報提供に二の足を踏んでしまいますからね。はあ、そういうものなんですか。それにもしもこの災害の背後で組織だった政治的陰謀が本当に動いているとすれば、厳重な情報封鎖と観光令が敷かれている可能性があります。だとすれば、いずれこの町にもその影響が及んで捜査がやりにくくなるかもしれない。ですから一刻も早く。すみません、お気を悪くされるかもしれませんが、自分は刑事課の人間なので、公安の方の、特に政治レベルの捜査をお手伝いするのは筋が違うかと思います。そもそも話が大きすぎて、いきなり理解するのはいささか。そうですね。それに自分の職務は犯罪事件を捜査することであって、犯罪自体の存在の有無を確かめることではありません。その点はどうかご理解ください。失礼しました、つい気持ちが急いてしまって。ともいちゃんには少し前に看護師小殺事件の件でご協力お願いしましたよね。あの件について何か分かりましたか？ええ、少しは。それが？今回の一件はそれとも大きく関わっているんですよ。4年前から雛見沢村ではお社様のたたりといわれる殺人事件が毎年起きているんですが、あの小殺事件もその一連だと私は睨んでいます。そしてあのたたりの数日後に大災害が起こって村人全員が亡くなった。警部が立ち会われた事件と私たちが調べようとしているお社様のたたりによる大災害、偶然にしては時系列が並びすぎている。
ですから、この二つの件では、共同で捜査を行う方が、お互いにとっていろいろと都合がいいかと思います。なるほど。自分もあの事件には、どうにも引っかかるものを感じておりました。その背後にあるものが、雛見沢村のたたりにまつわる可能性があるというのならば、その正体を暴くことは、例の小殺事件に関する手がかりになるかもしれない。その意味での共同捜査は、自分にとっても悪くないお話です。そう言ってもらえると助かります。それに、私たちには残念ながら土地勘がありません。郷に行ってはの例えではありませんが、その状態で見当もなくむやみに捜査を行っても、本来求めるべき正確な情報をつかむことは難しいでしょう。そうですね。それにこの町の人は割と淡泊な傾向ですから、普通に聞き込みをしても有効な回答を得るのは結構骨が折れると思います。あと、よそ者の刑事が好き勝手に捜査を行えば、そちらの刑事課さんにとっても、いろいろと問題があるかと思います。ですから、まずは警部にご了解と、できれば、ご協力もお願いしたいと考えた次第なのです。なるほど。うちも一課はともかく、二課は口やかましい人が多いので、お二人の捜査に難癖をつけることがあるかもしれませんね。それについては、私の方で何とかします。助かります。とは言っても、例の事件はお隣の県警さんの管轄ですから。署長黙認とはいえ、自分の方で越権行為を働いたことが後々問題になれば、逆に大石さんたちにもご迷惑をおかけするかもしれませんよ。まあそのあたりは杓子定規に考えないで、広域捜査の一環ってことでお願いしますよ。ともえちゃんは腐っても警察庁の広域捜査官の肩書きをお持ちなんでしょう。ですから私たちの捜査にちょいと口添えをいただけるだけで大助かりなんですがね。腐ってもってのが一言余計です。わかりました。公安の警視直々と署長命令、それに他ならぬ大石さんからの要請ですからね。自分にできる限りの協力はさせていただきます。いやー助かりますよ。ともえちゃんがいるといないとではこの町での捜査活動のやりやすさが全然違ってきますから。大げさですよ。まあそれはいいんですがね。ただただだったらなんでこんなにも大事なお話をこんなところでやるんですか。真面目にやる気がないんでしたら自分はここで失礼しますよ。いや私に言われましても、その、
いや、未来警部はこういう店、その初めてですか？ええ、初めてですよ。当然でしょ。いけませんか？いや、すみません。お待たせしました。ストロベリーサンダーボルトパフェお二つ、どちらにお置きいたしますか？おお、来た来た、待ってましたよ。それは私と。私です。かしこまりました。いや、噂では聞いていましたが、柿打ちのエンジェルモートにはこんなスペシャルメニューがあるんですね。こりゃ確かに食べ応えがありそうですよ。量だけじゃなく味もなかなかのもんなんですよ。私も勧められた時は半信半疑だったんですが、今ではすっかり常連になってます。ほう、そりゃ楽しみだ。どれどれ。この生クリームの濃厚な味、そして甘すぎずしっとりと馴染んだアイスクリームが口どけも良くていい感じです。それに何よりこの大きなイチゴがまたジューシーなことと言ったら、こりゃそこいらの店で売ってるもんじゃありませんね。おう、わかりますか。いや、実は私も気になって店長に尋ねてみたんですよ。そしたらこれは最近愛知県で新種登録された、店長の独自のルートで仕入れている一品中の一品らしくてね。粒も普通のやつより大きくて甘くて、通常は贈答用に使われるほどのものだそうです。なるほど。いや、そんな革命的な食べ物とこんなところで出会えるとは、私の世界もまだまだ狭いということですね。いやいや、私だってこの年になっても新しい発見の連続で、毎日が心洗われる思いです。やはり時には自分の枠から出て違う環境に飛び込んでみるのも必要なことですな。おめえら、こじゃっぺにしろよ。ハンニャだ。ハンニャがいる。ん？どうしたね、ミナイ警部。君も欲しいのか？いりません。というか、大事な話をなんでこんな店でしなきゃいけないんですか？いや、デリケートな内容だから外で話した方がいいって。君も了解したじゃないか。ええ、了解はしました。でもまさか場所がファミレスだとは思いませんでした。当然でしょ。食
正気ですか所長。こんな派手派手の人の多いところで話すくらいなら署の方が何億倍もマシです。つうか非常識にも程があると思いませんか。いや別に。そんな返答出てくる方がおかしいでしょう。仮にも機密情報をこういう場所で話すことの危険性をもっと考えてください。あーまあまあともいちゃん、ほらよく言うでしょ、木を隠すなら森の中ってね、こういう場所で話す方が意外にわからないものなんですよ。その木がクリスマスツリー並みにキンキラキンだったら全然意味ないでしょ。見ない警部、それは浅はかというものだ。は？周りを見てみたまえ。私たちに関心を向けている気配を持った客が声の届く範囲に果たしているかな。この前手に入れた限定フィギュアの出来が素晴らしいんだな。ボディとスカートが分離できるようになっていて。なんと、そんな仕様は当初どこにも書いていなかったでござるよ。にょほほほ、ただ手に入れたのみで満足することなく、造形師の仕込んだ我々への挑戦を見事クリアしてこそフィギュアマスターへの道が開かれるのであります。その魔改造ぜひ見てみたいなり、隠された秘宝を皆で分け合うのは同志としての義務なりよ。ウヨ、どうしましたか赤坂刑事。いや別に。すみませんね赤坂刑事、うちの見ない警部はちょっと融通が効かないところがたまに傷でして、たまには世界を広げるためにもこういうところに連れ出すことも一つの勉強かと思うのですよ。私はこういう異世界で一体何を学べと言うんですか。そりゃもちろん女性としての魅力とは一体何かということにつきますよ。これだけの男子諸君を引きつけてやまないもの、それはデザートが織りなす甘酸っぱい空間と色気いっぱいのウェイトレスさんの姿。ともいちゃんもよく見ておけば、いずれ好きな殿方ができた時にコロリッと落とす技がおのずと理解できるというものです。いやいや、大石さんのおっしゃること全くもってその通りです。もともとの素材が超一級である以上、見ない警部はもっとその良さを磨くべきなんですよ。実際血は争えないというか、さすが彼女のおね。大石さん、この話はなかったことに。失礼します。ちょっと見ない警部。
あ、ウェイトレスさん、すみませんが、このパフェもう一つおかわりしてもよろしいでしょうか。いやいや、大石さん、ここに来て同じメニューを頼んでただ食べるだけではあまりにも芸がない。実はね、警部には内緒でしたが、おすすめのオプションサービスがあるんですよ。例えば、ほうほう、うん、うん、こんなサービスがあったんですか。のほー、次はこいつでドンと行っちゃいましょう。ではやばい、所長、見ない警部、何か。いえ、別に。結構な車の数ですね。今日って平日じゃありませんでしたか。そうですね、今日は特にいっぱいのようですね。あっちが空いたかな。お疲れ様でした。何か飲み物を買ってきましょうか。いえ、大丈夫です。それにしてもたくさんの人がいますね。ここは上りも下りも大都市との中間地点にあたりますからね。次のサービスエリアまで結構ありますし、ちょうどいい小休止の場所になっているんです。それに最近増築されて、食事どころや案内所、ガソリンスタンドに郵便ポストまであるんですよ。ポスト？一体こんな場所で誰が使うんですかね。ちゃんと届くんですか。自分もそれは。機会があったら今度試してみますよ。他にもここのスタンドはガソリン税の地域差で高速道路なのに隣の県よりも安いですからね。ここから先はしばらく給油できるところもないし、下り方面からの利用客で結構にぎわっています。私も時々利用しますから。え？そんなに違うんですか。ええ、リッター7円も。なるほど。通報した会社員の話では、ここから山火事を発見したそうです。あそこの少し黒っぽくなっているところがその場所になります。
しかし、その目撃者はどうしてこの場所から火事の現場を見ることができたんでしょう。ここって自動販売機の置き場や手洗い所からも結構離れていますよね。自分もその疑問がありましたので尋ねてみました。それによると、用を足そうと手洗い所に行ったら掃除中だったので我慢ができずここまで来てとのことです。ほう、じゃあ今ともえちゃんが立っているあたりがその後なのかもしれませんね。まあ、そろそろ冗談はさておきまして、本題に入りましょうかね。まず、先日大石さんから依頼のあったお隣の県警本部の鑑識報告が改ざんされていたかどうかの話ですが、ほぼ9割以上間違いがなさそうです。その中のラベル07の資料を見ていただけますか。告発はしないとの約束で、沢口との松岡くんが大石さんがおっしゃっていた鉛筆書きの資料以上に確実なやつを見せてくれました。くしゃくしゃに丸めてくずかごに捨てられたものを彼がこっそり保管していたそうです。確かに日付が一日違っていますね。ただの書き損じではないのですか。ゴミとして捨てられていた書類に証明能力はありませんが。その報告書には担当者以外にその上司である主任、そして鑑識課長の捺印があります。書き損じの書類に責任長がハンコをしたりはしないと思います。なるほど。しかし高野美代は確かに19日の綿流しの当日、会場のあちこちで目撃されています。私も境内の警戒中2度ほどその姿を見かけました。じゃあ私が見たのは彼女の幽霊ってことですか。あるいは焼殺されたのは高野美代以外の別人か。ただしこの可能性は非常に低そうです。歯の治療跡などで遺体は高野美代本人だと断定できました。でもそれって死亡推定時刻を改ざんした例の鑑識さんの見立てですよね。だったら少々信憑性の面では心もとないと思いますが。いえ、それにつきましては自分が直接確かめましたからほぼ間違いないと思います。沖宮の歯科医から取り寄せたカルテと照合してこれを。
では綿流しの番にいた高野美代はやはり幽霊だなんて言いませんよね。まさかご冗談を。ただ死後硬直を遅らせる方法はいろいろとありますが、早める方法はあまり考えられない。ですから一日のズレを作り出したトリックを暴き出すことができれば、犯人像を絞る大きな手がかりになると思います。正式な管轄は沢口署になりますので、大っぴらにはできませんが、この件では引き続き捜査を行うつもりです。よろしくお願いしますね。どうしました？はい、部下の藤田巡査部長からです。柿内市に住む南沢村出身者を一通り確認できたとの報告でした。これで最近10年以内に引っ越してきた74世帯全部裏が取れたみたいです。もうですか？早いですね。所長はあんな感じでアンポンタンですが、うちの署の人間はみんな優秀なんです。つい先月も本部長表彰をいただきましたからそれはすごい。それにしてもどうして柿内市には雛見沢の出身者がこんなにも多いのでしょう。他の近隣の町と比べても結構な数があって少し驚いたのですが。もともと柿内市は新興の住宅街ですから、他地域からの流入が多いみたいです。それに加えてやはりこの高速道路が一役買っていると思います。それじゃあ赤坂さん、早速そのリストを拝見しに参りましょうか。ねえ、見ない警部、お願いできますか。了解しました。